ビリー・アイドルはイングランド出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、俳優、パンクロック畑の出身で、ソロに転身後ボーカリストとして大きな成功をつかんだ。主な代表曲に全米1位を獲得した、モニーモニー、モニーモニーなどがある。1976年にパンクロックバンド、ジェネレーション X を結成し、1978年に セルフタイトルのアルバムジェネレーション X でデビュー。本国イギリスでの成功に加え、日本公演も行うが、3枚のアルバムを残して1981年に解散。1982年、アメリカ合衆国に渡り、ソロ時代の名優となるギタリスト、スティーブ・スティーブンスと出会う。アルバムビリー・アイドルでソロデビュー。ホワイト・ウェディングやダンシング・ウィズ・マイセルフのビデオが、 MTV で話題となる。1983年に発表したアルバムレベルエールが数百万枚のセールスを上げスーパースターとなる。クレードル・オブ・ラブツアーより1986年ウィプラッシュ・スマイル、1987年バイタル・アイドルと中作アルバムを発表。1987年のシングルモニ,モニー・モニーが全米ナンバーワンを獲得。その後、 スティーブ・スティーブンスが脱退するが1990年のアルバムチャームドライフも大ヒット。エレクトロニカを先取りしたサイバーパンクは商業的には失敗。同年、ビリーのライブにジェネレーション X のメンバーが12年ぶりに集結し、客演した。1994年、再びスティーブ・スティーブンスと共演したシングルスピードがヒットするも、 1996年にザ・フーのライブにゲスト出演したのを最後に歌手としての活動は途絶える。2001年に音楽活動を再開し、2005年に12年ぶりのオリジナルアルバムデビルズ・プレイグラウンドを発表した。2006年クリスマスアルバムハッピー・ホリデーズを発表。収録曲のほとんどがスタンダードナンバーという内容であった。2014年 9年半ぶりとなるオリジナルアルバムキングスクイーンズ・オブ・ザ・アンダーグラウンドを発表。プロデュースはトレバー・ホーンが担当。名優のスティーブ・スティーブンスが共作、ギターで参加している。自助伝ダンシング・ウィズ・マイ・セルフ観光。1991年のドアーズ、1998年のウェディング・シンガーなど俳優として映画にも出演している。企画。 ありがとうございます。